日清ラーメン、これ朝食。いや普段はこんなの食べないけど、日清ラーメン、これ何味？ガリーニャなんて書いてある、入っていいら鶏肉だね。こっちはガーニ肉、他にもいろんな味あるよ。あ、でね、こっちの人はね、ラーメンこうやって書くんだ。明星、明星、国慶明星、サービス、なんでかわかんないけどみんな明星って呼ぶ。ラーメンって言っても通じないかな。一番いい点でね、してたらラーメン先生、チキサービス、マヨリアのサービス、明星、ラーメンって言っても通じない。これは明星って言います、ブラジルでは。日清ラーメンって言うと、なんか企業の名前、メーカー名だって思ってる人が多いみたい。日本食がそんなに浸透してないから、まあ、寿司くらいみんなしてんの。ラーメンってね、まだ浸透してないんだよね、知らないんだよね。ちょっと待って、私今普通に水にこれ入れようとしてたけど、最初にちょっと沸騰させないとね、お湯。ちょっと入っちゃった。あ、これ水なんで赤いかっていうと、ベテハーバ、ビートルートの色、ベジブロス、明星ラーメンっていう会社名、メーカー名らしいけど、本当はね、明星って MY か Y、 明星、昔はそうだったらしいけど、なんか問題があって裁判で負けて、明星っていう書き方になったみたいだけど、加藤さん、まあ私これ全部読む気ないけど、できた。食レポ。今から仕事。時間がない。フォークで食べてる。クレモーズ。クレモーズ。ピザ？ピザ味。できたみたい。卵にチーズ乗っけて。ブラジル人はこんな風に卵、半生とか絶対食べないね。ブラジルやるし、飲んばわしたね。大袋。Quase ninguém, né? Eu, não, quando eu falo que eu como, todo mundo... Ah, que nojo! こっちでは卵、まあ、だいたいあまり新鮮じゃないから、ちょっと危ないしね。どうですか、ピザ味のラーメン。美味しい？変なラーメン。すみません。はい、カメラ持ってきてよかった。ちょっと今仕事に遅れると思って走ってきたんだけど、自転車でね。今も8時からの授業で、今何時だ、8時過ぎてるかな、ギリギリだと思うんだけど、まだ空いてない。8時2分。ボンジュール。Gente, a Haru fazendo vlog. É, tô fazendo o mesmo. É, tá mesmo? Fechado? Aham, tô. Ah, você tá filmando a gente não, né? Tô. Vai dar cara de sol. Tá bom. Tá fechado? É, acho que sim. Shimatteru tte. Ah, kita. 8時からの授業で、今8時2分、もうすぐ3分になるところで。どう、アウロキ、アタシュワー、ファル、チアダーニャ、スピークアップ、アタシュワー、eu não sei falar, cara, eu como pão, アタシュワー、イッドブレッド、イッドブレッド、パンを、アタシュワー、パンを、食べます、食べます、isso aí、caraca, senti no anime, cara, senti no anime, anime みたいだって、開いた、8時3分。おはようございます。彼はね、英語の先生。You have to learn Japanese too. Oh, yeah. Let's do it.
think that would be a good idea. You seem like you should really... I feel really... like Naruto speaking. Oh, yeah. You should learn. All right, thanks so much. Okay, I'm always here. Oh, man. 日本語について英語の English teacher との会話を繰り広げていましたが、さあ今何時？ 8時10分。その会話をし終えた後に、さっき遅れてきたあのスタッフにパブロさん来ないって連絡があったみたい。今日の授業はね、2人しかいないんだけど、授業1人来ない、そのうちもう1人来るかな。8時10分来るのかしら。まあそういう事情もあって、1人はもう来ないって連絡が入りました。もう1人どうかな、なんか来ない気がする。何やろ、来ない。ここがカブフリオのセントロのプラス広場ですね。教会があって、土曜日の朝今9時過ぎ。あ、結局生徒来なかった今から帰ります。今家静かなの。下の子が寝てるからお昼寝したの。まあそろそろ起きる頃だと思うけど、授業も撮影できたし急いで。いつもよりか髪の毛ボサボサじゃないでしょ。なんか今朝撮ったビデオも髪の毛ボサボサだった。客観的に見たらすごいボサボサだし、すいませんこんなんで。普段こんなんだけどごめんなさい。でも頑張ります。じゃあね、今日はそんなとこかな。 Beijo pra vocês。チャオチャオ。面白かったらチャンネル登録、それからいいね押してくださいね。